今日のお題はニガカシューだよ。ニガカシュー、名前的には前回のカシューイモの仲間っぽいね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。ニガカシューは山の芋か山の芋属の多年草だよ。原産はアフリカやアジア、オーストラリア北部だね。名前の由来はカシューに似ていることと、ムカゴや開根が苦いところからだよ。苦いってことは食用にはされない感じ？そもそもムカゴには弱い毒があるから食べられないんだけど、開根の方は茹でると苦みを除けるものもあるから、品種次第で食べられて入るそうだよ。ちなみにこのニガカシューは非常に成長が早く、1日に20センチメートルほど伸びて最大18メートルほどにもなるんだ。ツルは眼鏡で切りづらく小さいムカゴでも発芽し、開根まで覗かないとまた生えてくることから、アメリカなどの海外では侵略的外来種とされていたりもするよ。これだけ聞くと最強の植物のように思えちゃうね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。